夢ラジオ第6413回、今日は令和6年6月8日土曜日です。時刻は午後2時、横浜港北深夜ですね。日が長い頃ですから、あと2時間ほどしたら夜が明けてくる、そんな6月でもあります。夜中の2時に目覚まして、夢ラジオの放送ですね。今回はケインズが主張したアニマルスピリッツ、こんなタイトルでお話しましょう。アニマルスピリットですね。ケインズといえば20世紀の前半、イギリスだけでなく世界の経済政策に影響を与えた、そういう学者さんです。彼の有効需要の理論というのは、それこそ20世紀の後半にね、前半もそうなんだけど、むしろ彼が亡くなった20世紀の後半にケインジアンたちによって踏襲実行されていくことになりました。で、新自由主義と呼ばれる、あのハイエク、そしてミーゼスでフリードマン、こういった系譜の人たちは除くとして、それ以外の人たちは、まあ、ほぼ全てケインジアンだと、そういうふうに言ってもいいほど の大きな影響を経済学に残したんですね、あのケインズって。で、そのケインズを今回振り返ろうという番組なんですけど、その彼が唱えたアニマルスピリット、これに今回は着目したいと思います。で、ケインズがそのアニマルスピリットと呼ぶとき、それは何かっていうと、資本主義において、社会主義の計画経済を取るんならともかく、資本主義においては、誰かが借金をしながらリスクを取って事業を始める。あるいは、その事業に対して誰かが投資という形で資金を提供する。こういう、まあ、リスクテイキングなしには資本主義ってありえないんですよ。もう一回言うと、誰かが借金をしながら、まあ、もちろん借金しなくてもいい、自己資産があるんなら自己資本を使いながら、あの事業を起こすと、まあ大抵の場合は借金しながら始めますよね。で、その借金をしていく、その借金の出し手は銀行かもしれない、あるいは親族かもしれない、あるいは裕福な誰かかもしれないね。で、株式会社になってくれば、その場合は株主がその会社に資金を提供することになります。これはもう借金ではありません。で、じゃあその資金を投じる人、投資家あるいは資産家、この人もリスクを取っていることになります。その会社がうまくいかなかったら、例えば株式を買っていたとして、原則的にその株主はその自分の買った株の範囲内でその会社がうまくいかなくなった場合、その責任を取ることになります。もう戻ってこないということなんですよ。つまり出したお金がパーになるという、そういう責任ね。とはいえ、まあ、会社経営には関わっておりませんから、それ以上の、つまり出したお金、株式を買うために投じた資金がパーになるという以上のリスクは負いません、投資家はね。一方、起業家の方はですね、まあ、どういう形態で会社を運営しているかにもよるんですが、自分の会社に対しては責任を負うことになりますよね、経営者なんだったら。そしてうまくいくかどうか、その自分の会社が、それをやってみないとわからない、リスク取ってるわけですよ。だから会社経営というのは非常にリスクが大きい、投資のリスクも大きいんだけど、投資はあくまでも出したお金が最悪パーになるというところで限界があるわけですね、取るべき責任は。だけど会社経営の場合には、その会社がうまくいかなかった場合、単にすいませんでは済まない、場合によっては無限の責任を負うことになって、だから中小企業の社長さんが困ったりするわけですよ。ただし、
このリスクテイキングなしには資本主義は一歩も進まない。社会主義を取るんなら別です。社会主義を取るんだったら誰かが計画して、でその計画に従って生産していくわけですから、その生産する人、生産者は別にリスク取ってるわけじゃない。あえて言えば社会主義においてリスクテイキングやっているのはその計画を立てる官僚たちとなりますけど、もちろんその社会主義においてその計画を立てる官僚たちがうまくいかなかったからといって、うまくいかない場合が大部分ですけど、官僚の予測なんか官僚の計画なんか責任を取ったりはしませんよね。官僚は責任を取らないんですよ。で、夢ラジオではよくケインズの有効需要の考え方はもう社会主義じゃないかと、半分社会主義だよねっていう言い方をし、それはその通りなんですけど、ただし資本主義とは何かというのをきっちり考えたお方でもあったケインズはね。で、その資本主義がそのまんまにしておくと非常に社会に公共と不況の大きな波が出て社会に歪みをもたらすから、有効需要という形でその不況の時のね、デフレの時のその社会に与える影響を小さくしようというのがケインズ理論、それだけデフレあるいは不況のマイナスの影響が大きかったんですよね。19世紀後半から20世紀にかけてあまりにも社会が悲惨だったんですよ。特に1929年以降の大恐慌の影響が大きかった。とはいえケインズはやっぱり資本主義がいいと思う一人だったし、資本主義の枠内でちょっと社会主義の要素も取り入れてみましょうか、こんな感じだったわけだね。だから資本主義の本質を彼がケインズが取り出す時、それは今回のテーマアニマルスピリットで、さっきの言葉遣いで言えばリスクテイキング、このエントレプレナーって英語で言いますよね。エントレプレナー、つまり起業家、業を起こす人、これがリスクテイキングしなきゃいけないし、まずね、借金するしないはともかく、大概は借金しながら、で投資家もそんな企業に対してリスクを取りながら投資していき、でその会社がうまくいけば、投資がうまくいけばリターンという感じで投じたお金の何パーセント何十パーセントあるいは何倍かになって返ってくる場合もあるでしょう。アニマルスピリット、これはリスクテイキングのことです。ケインズの言葉遣いで言うとね。で、これこそが資本主義の根幹なのだとケインズが言うからにはですね、このアニマルスピリットなきところ、リスクテイキングなきところを資本主義なし、つまり経済拡大はなし、そして今の日本なんですよ。この今の日本、リスクテイキングが非常に避けられている、私にはそんなふうに思いますよ。社会的にもそう、日常的にもそうだし、もちろん経済的にもそれは反映されます。リスクを非常に怖がる、ビクビクしてる、何かやってみようという気持ちがない、あるいは何かやってみようという人をみんなで潰す、こういう社会かなというふうに思ってるんですよ。同調圧力が非常に強い日本社会ね、今ですよ。アニマルスピリットの正反対じゃないですか。で、そのアニマルスピリットこそ、でリスクテイキングこそ資本主義の本質であるならばですね、日本が経済成長もしないと、よその国が GDP 何倍にしてるのに日本だけ30数年ずっと GDP そのまんまというのも、アニマルスピリットがないからなのか、そんなふうに私には思えてきますね。リスナーの皆さん、どんなふうにお考えでしょうか。夢ラジオ、今回はケインズについてでした。